いいねこれ、竿あれね、それなんてやつですか。激派ってやつですね。師匠からいただいた激派ですよ。これ継ぎ目、継ぎ目、はい、継ぎ目の下のところ熱いかもしれない。継ぎ目の下ですね。これで着底させて、まあ基本待って、はい、で当たんなかったらちょっとずつこうずらしながら底を取っていく感じ。横移動しない。横移動したの。トンってついたら待ってる。待ってる。で起伏があってこう深くなったところまで落ちるところまで落とす。なるほど。穴があったらその中に結構いたりする。で底合わせですか。いや待つ。どんこ狙いは。待つ待つ。待つんですね。こうドドドンドドドンってきても。そうそう。待ってもう我慢できないって。あ、先生、あ、当たった？これ移動するときはゆっくり、ゆっくり移動するんですか？ふわーっと。落とし直してもいいしね、全然。上げて。音もこう叩くような感じですか？トントン。それとも、ズル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 。まあ、ズルズルでもいいし。あ、まあ、投げたって釣れるんだけど。ブラックバスみたいにこうやって、チュン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 ってやってもいい。やんない。あ、やんないんだ。アクション、ノーアクション。激派を噛み締めてますね。いい竿だ。いい竿で。軽いしな。やって失敗したって思ってんじゃないですか。かなり思ってる。今ちょっと一瞬当たりがあった。当たりがあった。回収中に当たったよ。そういうか。深いですねここ。トーンと。何回よ。あ来たか。あ来た来た来た。来た。うん。だったら合わせてもいいか。あ、よくなった。なんか、うん、深いんですよね、ここ。そうそう、そういうとこいいの。あ、そこにいるんだ。何ですか、そのワームは。ガルフの。3.2 インチ、パルスワン。パルスワン。色はピンクですか、これ。色はレッド。あ、レッドですか。あ、そうか、今、レッドライトつけてるからピンクに見えるんですね、これ。でちょっと糸をちょっと落として糸をたるましておいた。軽く本当に張らず緩めずって感じ。決して糸は張らない。あ、糸張らないですね。緩めすぎて。あ、来た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 。あ、おお欲しい。来た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 。すごい。いるんだそこ。いるいる、こうやっぱいるんだ。合わせちゃった。あれちょっともうちょっと待ったのに。しっかり食い込ませてから合わせた。あ、来て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 。ここ、ここ。食わせて。緩ました方がいいですか？糸。うん、でも、あれだったらちょっと聞いてみて、聞いてみて、大丈夫だと思ったら。ああ。なんか生命反応を感じる。こうヘチコーって探ってると、ここ、ソイも釣れるよね。ソイ。ソイもやっぱり下の方、あ、来て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 来た来た来た下の方、あ、来て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 来た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 。あ、抜けた。マジ？あ、違う、いたどんこか、どんこだ、どんこ、ほら、あ、ほんとだ、ちっちゃいけどちっちゃいけどね、どんこだ。あ、どんこ、嬉しい、超嬉しいっす。どんこ汁のどんこです。ちょっとでかいの欲しい。ちっちゃいの、ちょっとかわいいな。すげえ。これ、結構痛いですか？口痛くない。あ、これいいじゃないですか。うまい。どんこ汁にできるぐらいのやつ。すげえ。ザーン。餌が食われた。大きかったな、結構。
とクロロットがある。向こうに出しねえか。かかってる、かかってる。え、すごいすごい。なんだこれ。大きいっすか。メバル。メバル。デカメバル。結構いい。すごい。放置したらかかってる。すげえ。放置って言うと、子供ですか。さあ置いといたらかかる。へえ、すげえ。ありがとうございます。この仕掛けですか。はい、ありがとうございます。はい、キャストで、で着底したら放置、はい、で当たんなかったらちょっとずれ道で放置。ああ、なるほど。でさらにクリック。わかりました。放置の時間は結構長めに、15秒ぐらいかかってもいいか。15秒ぐらい、はい。